キストヘブンは日本の競争馬である。2006年の大箇所優勝馬。北海道市場の2004年の北海道オータムセール一歳場市場で、吉田勝美に970万円で購入され、天国にいる父、アドマイアベンガと、ボフ、ノーザンテイストに届くようにとの願いを込めて名付けられた。2005年12月17日中山競馬の二歳新馬戦で、デビュー。 デビューから3戦目までは、吉田豊が主戦騎手を務めたが、その3戦すべてで2着と惜しいレースが続く。4戦目の2006年3月5日、中山競馬の3歳未勝利戦で、安藤勝美に乗り換わり、初勝利を挙げる。2週間後の3月17日、中山競馬のフラワーカップでは、横山則りが騎乗で重賞初制覇。そして、大歌賞では、 初勝利を挙げたコンビである、安藤勝美を安城に、大外から一番人気のアドマイヤキスを差し切る、競馬で3、4馬審査を抑えて、GI 初制覇。続く、優順品馬では、大賀賞の勝利もあり二番人気に押されたが、川上プリンセスを差し切れず六着に敗れた。秋の初戦は、秋歌賞に備えるべく、長距離輸送を避けるためにセントライト記念に出走した。 しかし直線では追い込んできたものの5着と届かなかった。そして週刊賞本番は3番人気となったが内枠不利だったこと、レース中さともに波行を発症し軽承を負っていたことなどもあって上がりタイムはトップタイだったにもかかわらず直線届かずに6着と敗れた。続くエリザベス上杯ではいつもと違い先行したが10着に敗れた。二千七年の初戦は 東京新聞杯。大賀賞と同じ1600メートルのレースで期待されたが7着に敗れた。続く中山ヒンバステークスではフラワーカップと同じコースでのレースだったが不利もあり5着に敗れた。その後のビクトリアマイルでは大賀賞を制した時と同じ1600メートルの距離でのレースで4着に入り、さらに続く安田記念でもボバと混じりながら8着に入った。 その後、海外遠征を行い、アメリカのキャッシュコールマイルに出走。ディアデラノビア、恋歌と共に、日本馬3頭が出走したレースで、日本馬最先着を果たし4着に入った。秋の復帰戦となる、スワンステークスに出走登録を行ったが除外となり、第32回、エリザベス女王杯に出走。しかし、 6着に敗れた。その後、ターコイズステークスに出走するものの13着に、敗れた。2008年は、京都品バステークスから指導し宿前焼きすスの3着、続く、中山品バステークスでは、トップハンデを背負いながらも3着、阪神品バステークスで4着となり、復活の兆しを見せていた。しかしビクトリアマイルは、賞金不足で除外となったため、 慶王杯スプリングカップに出走し2着に入った。安田記念7着の後、夏季休養に入る。9月14日、慶 z 杯オータムハンデキャップに出走。安城の藤田新人の後期場で最後の直線で、外から一気に束を差し切り大歌唱以来、約2年5ヶ月ぶりの勝利を飾った。続く、府中品バステークスでは5着、本番のマイルチャンピオンシップでは13着だった。 2009年は東京新聞杯から指導したが、不良馬場が答えて10着に終わった。3月15日、中山牝馬ステークスでは再び初重症制覇時のパートナーである横山のりを安城に迎え、56.5kg のトップハンデを背負いながらも、最内からピンクカメを見事に差し切って引退レースを優秀の美で飾った。そして、 3月24日付で JRA 競争場登録を抹消された。2009年より北海道白井町の白尾ファームにて繁殖品場となり、初年度には父チチカステナンゴが種付けされ、翌2010年3月18日にその初語が誕生した。2017年秋、ロードカナロアを辞退した状態で JS 繁殖馬セールに上場され、 d m、MM、m 系列のドリームファームが勾配。白追ファームからオリオンファームへ移動している。2019年6月8日、ガロシェが JRA 初勝利。2021年6月23日現在祖母に名品、スイーブがおり、ロングイーグルの喫花賞3着が最高だったスイー、V 一族に初のクラシックタイトルをもたらした。ロンググレースはおばにあたる。ありがとうございます。